昼は学校、夜は塾、深夜は家で YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回はですね、図形ができるようになりたかったら丸々は使うなということで、これ何が入ると思いますかね。早速ですが、もう結論言いますね。定規ですね。定規は使うなということで、この定規をね、使って図形を書かないでください。定規使った方が綺麗に書けるじゃないですかって思うかもしれませんけれども、まずね、なんで使わない方がいいかというとですね、まず圧倒的にフリーハンドで書けた方が早いってことですね。早いってことです。で、入試問題の中ではですね、自分で図を書かなきゃいけない機会っていうのが出てきます。で、その時に定規を使っていち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 書いてる人と、普段からフリーハンドで書いてる人だったら、もう圧倒的にフリーハンドで書いてる方が早いんですよね。早いんです。もうこれはもう明らかです。なので、もう普段から、普段のね、問題を解く時から図形を書くのには定規を使わないというふうにした方がいいです。で、僕はですね、もう中学校1年生の時点でもう図形を書くのに定規は使わせてません。むしろ使うなってはっきり言います。フリーハンドで書け。まあ、例えばですね、これ図形ではない比例のグラフとかもですね、もう比例のグラフもこう書いて、y イコール2分の 1x とか言ってね、まあ、これぐらいね、フリーハンドでサクッと書けるようにならなきゃダメだよっていう話をしています。なので、ここがね、本当にね、スピードに差が出てくるので、まあ、結構ね、まあ、図形ができない子の一人としてはね、その図形を書くのに、ものすごく時間をかけてしまって、さあ、解説するよ、問題解き終わったら解説するよっていう段階でもまだ図書いてる人がいるんですよ。もうね、もう絶対この子できないなって思っちゃいます。はい。なんか図形をね、書くのに命がけになってしまってる。そうならないためにも、普段からフリーハンドで図を書く訓練ですね。で、図形をね、書けるようになるとね、図形の問題を解くのにね、楽しくなります。本当、これはマジです。なので、そのフリーハンドでですね、もう最初はね、下手くそでもいいです。フリーハンドでね、大きくね、図を書いて、やってみるっていうことがね、大切になってきます。だん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 、私もそうでした。最初はもう図がね、汚い。ね、僕もですね、だいぶね、時間が経ってからだん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 本当に図形が綺麗になってたっていうのはあるんですけども、もう最初からね、フリーハンドで書いて、書く訓練をした方がいいと思います。で、次にもう一つの理由としてはですね、入試で定規が使えない学校結構あるよってことで、まあ、特にね、私立なんかは多いと思います。私立はね、まあ、作図がほとんど出ないので、もう、自分でですね、作図なければですね、定規使う必要ないんですね。なので、もう、そもそも定規が使えないので、定規が使えない状況にね、慣れておくってことが大切です。これね、まあ、高校受験はもちろんそうですし、大学受験でね、やっぱ定規使って図書いてる人ってね、正直ね、あんまり見ないんですよね。もうね、だったらもう最初から、もう定規使わずにフリーハンドでね、書く練習した方がいいです。これはね、円も同じです。円もね、コンパスないと書けませんだったらダメです。で、円ぐらいですね、まあ慣れてくればね、これぐらい書けますよ。ね。綺麗かな、どうかな。はい。まあ私も何回も書いてるからっていうのもあるかもしれないですけども、皆さんもですね、図形ね、円を書くときもね、最初はね、曲がりくねったね、まあこんな図形、こんな円になって、なんか楕円っぽいなとかなっちゃうかもしれないけどね、これはもう慣れですか、慣れの問題。なので、もうとりあえずは書かせてください。で、まあ私はね、生徒、まあ普段ね、教えてる生徒には言ってるんですけど、これね、先生にも言いたい。先生がね、定規使って綺麗に書けよって言ってる先生多いんじゃないかな。まあ特に今、小学校の先生とか特にそうなのかなと思うんだけども、中学生になったらですね、ちょっとフリーハンドでね、図形を書く。で、しまいにはですね、まあ僕びっくりするんですけど、分数の計算ですね。分数の式とかをですね、まあこうやって書いて、
3分の 2x たす1とかでね、で定規でねどんどん分数使って書いてる。これもちょっと信じられない。でも結構いるんですよ。30人いたら1人ぐらいいるんですよ。毎年ね、定規星人出てきたって思うんだけども、もうね、これ見てね、もうだんだんね、例えば7とかも定規で書き始めるんじゃないかなとね、こんな風にしてね、でも心配になりますよ。7とかね、もう定規で書き始めるやつ出てくるんじゃないかなって思うぐらい。これもね、なんかね、なんでこれ定規使って書いてんのって言ったらね、いや、先生に習ったって言うんですね。マジかよと思いましたけどね。もうこういうところね、もうね、分数とかね、定規でね、もうひたすらね、なんか、設計のね、図面を書くようにね、なんか書く、まあ、定規職人にね、なりたいんだったらね、そうやって書いた方がいいかもしれませんけれども、実際問題ですね、こういうふうに書ける必要ないので、もう自分で書いた直線が一番綺麗なんですよ。ね、自分で書いた直線が一番綺麗です。なのでって言い方変だけども、まあ、とにかくですね、定規は使わずにフリーハンドで書く訓練をしてください。で、慣れればだんだん綺麗に書けるようになりますし、図形の問題を解くのが楽しくなってくるので、ぜひですね、フリーハンドで書くっていうのはね、特に先生ですね、先生も定規使ったら定規使うなよと、フリーハンドで書けっていうね、指導がもうちょっとね、世の中的に広まってくれればいいなというふうに思いました。はい、以上で解説終わります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント待ってます。では。